はいあのお前みたいにあれだな自分ちのお風呂のお湯の出ないようなやつにそんな話同調してほしくないわお前出ないんですよこの時期寒いにはあ賃貸ですあじゃ早く電話かけないと年末直しで忙しいからですいやもう本当は困ってんですよまあ僕はジムに通ってるんでジムのシャワーとか浴びればいいんですけど奥さんがお風呂浴びられないのかわいそうだなと思って。 会社行くのにえお風呂のお湯が出ないってどういうことなんか壊れたってことうちおおむねそうんか給湯器の調子が悪い給湯器の調子なの水道代払ってるちゃんと水道代は払ってますそういうお金的なことじゃなくて機械が調子悪くてる機械さ自分家だったらすごい高いんだ給湯器ってこの間友達んちの給湯器壊れてこの年末にすごい金がかかっててすごいビヒッビュッってた給湯器って高いの まあ修理で聞いたら三万ぐらいだということですけど、修理じゃなくて買えって言われた時はすごい高いよ。二十、ね、万近くするよう直しと。でうち今床暖房が壊れてるんですね。 はい、なそれはでも賃貸なんだから、はい、管理会社に電話、でも私が電話したのかいや、違いですよ、それは直すのに何百万もかかるから、申し訳ございませんけども、そのままで家賃だけ5000円下げさせてくださいっていうので、まあ、その契約をしてですいいよ、よかった,かかったんですけど、尋常じゃないぐらい寒くて。って言ったら、<laughs> はい、じゃあ、その分、家賃を3000円くらい引かせていただきる <laughs> そうそうそうの 今だからこそ追いが出ないとか文句言ってるけどお前らぐらいの時は床暖房もも給湯器もねえよいやまあ時代のこと言われちゃうとあれですけど何がだよ時代の床暖房が壊れてるちょっと 天井が高い家でもう床が冷たいんですよとにかく余計ムカつくなんで。なんその天井が高いっていうのは。えちょっと変わった家。外人かお前は。ちょっと変わった家なんで。変わった家住むからそんなことなんで年賀引てくんないよ直しの人が。そうですよねもうやばいですね。あいい方法一個だけ知ってんだけどさ。はいあの奥さん体ちっちゃい。百六十三 c ぐらいですよ。あじゃ大丈夫大丈夫あの キッチンの流しあんじゃない。あそこ蓋して、やかんでお湯入れて、お水入れて、おクランできるんだよ。できるよ、それ。知ってるようだった。知ってる若い頃、久本の家訪ねて行ったことがあったら、久本の家は、すっぱで流しで車文をやってたもんだ。こんにちはって言っ今ちょっとせ体洗ってるから、そこで待っててって言われたことあった。ね。 いっぱいい置やそれちょっともうできないですね10代とかだったらできたんですけど10代とかえだっていつまでだっていつまでんでそれできないちょっとリッチ風吹いてるねなんかいやそういうつもりじゃないですよ昔は本当お金なかったんでできます今まあ奥さんも結婚していてで仕事もして働いてるからまあなんとか生活してますけど生活ちょっとはいわ まあね昔の話してそんなのはね比較にならないって言うけどお、はい、友達の、まあ、うち、ん、に6畳一間のうちに遊びに行った時に風呂入るかって言われていや風呂なんかねえじゃないかって言ったら <laughs> <laughs> そしたらお尻開けてガ,ガガガガガって風呂桶出てきて<ー>そいつそれで真ん中で部屋の6畳の真ん中で湯ためて。 湯ためてそこで風呂風呂入っておわったらまた風呂格好すごいなすごいなすごい, <laughs> すごいもうリッチなんだからなんだかわかんないっ好いい感じますね格好いいなんでも出てくる、うん、もうそんな生活ね今から考えたらもう俺も贅沢になったけど湯がもうちょっと出るまで時間がかかるからうこうちょっとなんかお湯になるまで待ってようとかさ まあもうそんな悩みばっかしだよちょっとそうだよ、ね、ダメだよね<の>もうそんなのたまに便座が冷たいとびっくりしちゃうもんねなんだこれとか思っちゃうもん,、うん、なんじゃちゃん,ちゃんとしろよみたいな気持ちちょっとなるも、ねうんな、うん、なら私を驚かそうと思って便 <laughs> <laughs> 座冷たくしやがってみたいなね違うっつうんだよ あーでもその <laughs> そ外じゃそういう文化的な普及率って結構あるんじゃないの日本はそう,です、ね、そういう意味だったらかに<ち>、うん、ウォシュレットがたまに止まらなくなるんですよだから、うん、何回ボタンを押しても一回引っ込んでまた出てきてだ<ー>からもう動けなくなっちゃって <laughs> それが月に1回ぐらいあるんですよ。<laughs> 一回直してもらったんですけどでもまたそうなっちゃって。であれだよ昔テレビ朝日が古い頃テレビ朝日にもウォシュレットが古い建物にどりだけ新しくなってウォシュレットがついたんでそれ壊れて壊れてちょっとんかかなりんか冷たいのが出てきたのかな。俺思わず 飛びよ避けたんだ。よそしたらあれって結構な勢いなんですよね。ずっとそのちっちゃなあのトイレの部屋飛び越えて向こう側の向こう側のあのなんていうのあの立ち立てするおしっこしてる人がうわつぶれもの。 やばいお尻痛いでしょそんな勢いでもうちもそうですよそれ避けるともう壁までビューっていっちゃうんでそうだよね横に行くんだねあれちゃんと強弱のちゃんと合わせてるいやでも怖うるんだよあれだってなんかこう強弱なんかあとんかこうビーって出てビーって止まってビーって出てビーって止まるとかいろんな機能ついてるから困っちゃうんだよねうん とウ,ォシュウォシュレットもあれだよな結構大事になってきちゃって嫌だねなんかこう,う,も,うもうちょっと和式だといけないみたいな気持ちになってきちゃってますねなんか私和式の使い方が思い出せないくらい <laughs> でもちょっと分かりますね <laughs>、うん、どこに座ったら一番いい感じに出せるかみたいなのが和式分かんなくなってきちゃいますね。うん、分かんな,くなってきて、はい